どうも、内山本好きです。今回はカムコの寝るシャツをご紹介します。カムコの寝るシャツは正式名称はダブルフェイスフランネルと言います。このダブルフェイスという意味は、まあ、言葉の通りなんですけども、この縦糸と横糸を、まあ、特殊な織り方をすることによって、こう生地の表と裏でこう柄の目が縦と横で逆になってるんですよね。でこれはだいたい1960年代から1980年代ぐらいまでの、まあ、当時のヴィンテージのネルシャツに見られるディテールで、これをまあ忠実に再現してますね。でこの織り方をすることによって、まあ、すごく柄が映えるのと、あとはすごくこれ生地が厚いネルシャツなんですけども、このダブルフェイスにすることによって、まあ、より柔らかくソフトなあの着心地になるんですよ。で細かなディテールなんですけれども、まず襟はレギュラーカラーといって、まあ、一番スタンダードな襟なんですけれども、まあ、これもシンプルなんですけれども、サンプルを何回もあの研究作り込むことによって、まあ、こういうシンプルなんですけれども綺麗な襟の形を再現してますね。でボタンなんですけれども、ボタンは白のサラボタン、本当にシンプルなものを使用してます。でこれも、まあ、丈夫で割れにくいという特徴がありますね。であとは背中のバックヨークなんですけれども、これは肩を生地二重にすることによって、まあ、肩の負担を軽減するんですよね。まあ、例えばカバンをこう背負ったりするときも肩に負担がかかりにくいというようなディテールになってます。あとはポケットにこう斜めに裁断したバイアスポケットを使用してますね。でこれによって見栄えがすごく良くなります。ちなみに僕は身長180センチの体重 75kg、胸囲は96センチで、こちらのネルシャツは L サイズをちょうどよく着てます。はい、今回はカムコのネルシャツをご紹介させていただきました。この動画が少しでもご参考になりましたら、高評価とぜひチャンネル登録をお願いいたします。インスタグラムの方もぜひフォローをよろしくお願いいたします。それでは本日もアメカジファッションを楽しんでいきましょう。